From the conference center at Temple Square. Salt Lake City Temple Square のカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリストの教会第183回年次総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の教会員と友人の皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライオン・マーフィー、オルガニストはリンダ・マーゲツとボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が来たれ主のコラを歌います。その後中央婦女教会会長会第一顧問のキャロル・ M ・スティーブンズ姉妹が開会の祈りを捧げます。その後聖歌隊がイエス様の話聞かせてを歌います。Amen.
Our dear Heavenly Father, 愛する天のお父様、私たちの心は感謝と愛で満たされています。生ける預言者トーマス・エスモンソン大官庁の管理のもと、ここに集まることができることに感謝しています。私たちは彼を支持し愛しています。そしてまた彼の、顧問のお二人にも感謝しています。そしてまた十二使徒の一人一人をまた支持しています。どうぞ彼らを祝福してください。そして彼らの家庭や家族をも祝福してください。この地上の王国で私たちがこの大事な技に携わることができることに感謝しています。あなた様の息子娘のための一人一人の計画に感謝しています。そして私たち一人一人に計画を用意されていること、私たちは知っています。このようにして今日また集まることができることに感謝しています。学び励まされることに感謝しています。あなた様の指導者からそのように受ける機会があることに感謝しています。どうぞ私たちが私たちの家庭や家族のためにしなければいけないこと、そして私たちの地域社会でも必要なことを貢献することができますように、あなた様が私たちに望まれることをすることができますように、私たちが選ばれた預言者たち、そして人たちのが言われる言葉を私たちが心を開けて受け入れることができますように、With a resolve to do those things which thou wilt.